アスカロンのアンティオコスはアカデメイア派の哲学者。彼はアカデメイアで、ラリッサのフィロンの弟子だったが、フィロンやその先人たちのアカデメイア派会議主義からは、離れた。彼は、キケローの師匠で、プラトニストの中では、最初の折衷主義者の新種であった。つまり、彼はプラトニズムに、ストア主義や、商用学派の教義を導入することに努めた。また、フィロンに反対して、 人間の魂は真偽の区別が可能だと宣言した。そうして彼は小赤で名や派の教義の復興を主張した。彼と共に中期プラトニズムとして知られる哲学の一、時代が始まる。彼はルキウスリキニウスルクルスの友人で、またキケローがアテナイで学生だった頃の彼の友人であった。しかし彼はシリアでと同様にアレクサンドリアでも学派を形成し、 そこで死んだようだ。彼は当時非常に巧妙な哲学者であったようで、ストラボンがアスカロンについて記述する際にこの町の特徴として、アンティオコスの出身地であることに触れているし、キケローが死骸の念が感じられる丁寧な調子で、彼はアカデミア派でも最高の最も見識高い人物で、東大で最も洗練された知性鋭い哲学者だとたびたび述べている。 アンティオコスはストア派のアテナイのムネサルコスのもとに学んだが彼の最大の死はラリッサのフィロンであった。フィロンはアカデメーアでカルタゴのクリトマコスの後を継いで学徒となった人物である。しかしアンティオコスはフィロンの文化性というより反対者としてよく知られている。キケローはアンティオコスが死を反駁した論文をソーススと呼んでいるが、 その論文でアンティオコスはアカデメア派的会議主義を論爆している。カノニカと呼ばれている彼のもう一つの著作は、セクストス・エンペイリコスに引用されているが、論理学に関する論文だったようだ。アンティオコスは、フィロンが第四のアカデメアの創設者と呼ばれるのと同様に、第五のアカデメアの創設者と呼ばれる。この時期は、紀元前十六年のアカデメアの破滅を招く、 ことになる、紀元前88年の第一次、ミトリガテス戦争の少し前から始まる。この頃、アンティオコスは、アレクサンドリアに居住していた。彼はキュケローが、紀元前79年に、アテナイに留学してくるまでには、アテナイに戻り、68年に死去したようだ。アンティオコス以前のアカデミイア派が、会議主義を報じたのはおそらく、 プラトンがその文化性を真理を発見する正しい方法としての抽象的推論へと導き、知覚による印象をあまり信用しないように指導することに成功したことに起因するだろう。キケローはいかなる種類の知識にも確かさのようなものが存在しないと考えた哲学者の中に、プラトン自身をも位置づけていて、まるで彼が信頼できる知覚機関としての感覚と、それらが伝達する。 ある種の知識を蔑視したために、理性の結論が無効になったかのようである。後の哲学者は、極端に入った的に感覚の不確かさを主張することで、あるいは、カルネアデスやフィロンのように同じ誤りやすさを、拡張して理性にも及ぼすことで、会に主義のレベルにまで達し理論的なものにしろ、実際的なものにしろあらゆる真理の根拠を攻撃する。ゆえに、 倫理哲学における独特な教義を剣伝することを除けば知識の根拠や人間の心理を発見する能力について考察することがアンティオコスの第一の目標となった。しかし、キケローが限度いっぱいにアンティオコスの意見を説明した本が散逸したため彼が成功したか完全に判断することはできない。アンティオコスはフィロンやカルネアデスに反対して 知性にはそれ自体のうちに真偽を見分ける試験をする能力が備わっていると主張し同時にコアカデメア派つまりプラトンの流派の競技の復興を公言したあるいはアカデメア派の言葉で実際の対象から起きるイメージとそれらの概念の間で対応する真実が存在しないことを認めている会議主義者の主張としてもし二つの考えが実際上を似ていて互いに 区別できないとすれば、どちらかをもう一方より、確かに知っているということはできない、というものがある。また、すべてのまである考えは、同類の偽である考えをそれに付属させる責任があるという議論もある。こういった主張のゆえに、確かに知られるものは何もないということになる。この推論は明らかに、心はそれ自体のうちに、真理の基準を含んでいるという主張のひっくり返った。 ものである。会議主義者たちの推論は、推論はまだとみなされる前提に基づいて進むので、いかなる前提にも確かな根拠が存在しないことになるならば、結局会議主義者たちの推論は、自分自身を論爆しているという主張によっても攻撃される。こういうやり方でアンティオコスは、アカデメア派によって、全くもって不確かだと攻撃された感覚を擁護して、 ストア主義的な立場を取ったようだ。プラトンやアリストテレスによって依然完全に古いにかけられた議論の中で同じ問いが、学問の本性を分析し、様々な種類の真実を扱う上でそれらが純粋な知的理解の対象であるか、確率的で不確かな知識の対象であるかに応じて考察されてきたことは明らかである。アカデミア派が目殺してきた。 弁償術の技法が結果的に復興され、そのため、アンティオコスの倫理学の教えるところの根拠が存在することが示されるようだ。ストア派のパラドックスやアカデミア派の会議主義の言いなりにならずに、アンティオコスは主要な教義の中で、アリストテレスの教義とはほぼ対照的に以下のように述べている。つまり、幸福は本質的に得の高い生活を内包し、 外的な物事から独立ではない。そのため、彼はあらゆる罪は等価であるというストア派の協議を否定するが、あらゆる感情は抑えられるべきだと考える点で、ストア派に同意する。よって、全体として、キケローが彼をストア派に位置づけようとしたのにもかかわらず、アンティオコスは、自身を、摂中主義の哲学者だと考えていたようで、 コアカデメア派を復興させるためにストア派や商用学派の協議を合体させようとした。ありがとうございます。